ユン・ソン・ソる次期大統領が来週中に韓米政策協議代表団を構成しアメリカに派遣することが分かりましたユン氏の報道官を務める金ム・ネ氏は27日ユン氏が新政権発足前にアメリカ側と主な懸案について包括的かつ実質的な協議を行うため 韓米政策協議代表団を派遣することとににしししたた明らかにしました代表団は、最大野党・国民の力のパク・チン国会議員が団長を務め、韓米関係の専門家およそ5人で構成されるということで、アメリカの政府や議会、シンクタンクの要人らと面会し、韓米同盟や北韓問題などについて話し合う予定です。 代表団についてキム氏は、主な懸案と今後の課題について、具体的かつ実質的な協議を行うことで、新政権発足直後に両国の堅固な連携の下、緊密に協力する礎を築くためのものとしています。その上で、アメリカ以外の国についても、必要に応じて代表団を派遣する案を検討していくと付け加えました。